東急電波30系電車は東京急行電鉄の軌道線で使用されていた電動車である。玉川電気鉄道発の半構成車として通称溝の口線と中目黒線開通の折に新造されたのがこの車両で1927年に汽車会社と日本車両で重量製造された。竣工当時は46号型と称している。竣工当時は終電装置が トロリーポール4本のダブルポール、前面3枚窓に、客室より床面の下がった、運転台、出入台を持ち、かつ初の客用を扉付け密閉車台であった。とはいえ木造車の設計をそのまま構成にした缶が、強い形態で、側面窓配置は 1D3333D1 で31号型と同じ配置であった。台車も同じものが使われている。 東京横浜電鉄九州合併東京、急行電鉄発足による海板で出波30型となったが35号が出波40系の52号となったため、一両減少し給料となった。戦後の更新で、終電装置をビューゲルに取り替え、車体延長による運転台の高床か、中引き扉取り付け、充電運転に備え直接制御の間接、非自動制御化。 空気制度の非常感付直通制度化、及び自動連結機等の取り付け改造が行われた。連結二人乗り改造はなされず、晩年は、デハ40型と共にもっぱら朝のラッシュ時専用となっていた。1968年から廃車が始まり、玉川線、木沼線廃止日の1969年5月11日までに、全車廃車され形式消滅している。 デハ34は、二子玉川園内に保存されていたが、老朽化が著しくなり、1970年代後半になって解体処分されている。同社のビューゲルは、その後、田園都市線高津駅付近にあった、旧電車とバスの博物館に展示されていたが、同館が宮崎台への移転を展示されておらず、消息は不明である。ありがとうございます。